安全地帯として37年ぶりに紅白出場を果たした玉置浩二さん。玉置浩二さんはお騒がせとしても有名ですが、恋多き男としても有名で、その歴代彼女は皆さんの知る有名人ばかりです。今回はそんな玉置浩二さんの歴代彼女や DV の真相について見ていきたいと思います。まず玉置浩二さんの歴代彼女の一人目は一般女性です。玉置浩二さんは1981年に上京してきたアーティストで、出身は北海道出身です。1982年にメジャーデビューを果たし、その翌年の1983年に同郷の一般女性と結婚をしました。この時は地元で付き合っていた彼女と上京して夢をつかんで結婚したってことで、玉置浩二さんに対する世間の印象は非常に良かったそうです。しかしそのままずっと同郷の一般女性と結婚してずっと連れ添っていたなら素敵なお話となりますが、そううまくいかないのが玉置浩二さんです。既婚中の玉置浩二さんは1985年に石原真理子さんとの不倫が見つかり、1986年に同郷の一般女性とは離婚することになりました。2人目の彼女が石原真理子さん。石原真理子さんは元女優で1980年にデビューしており、代表作は不揃いのリンゴたちです。石原真理子さんは玉置浩二さんと1985年から交際しましたが、この時玉置浩二さんは27歳で既婚、石原真理子さんはなんと19歳でした。不倫が発覚して一般女性と離婚した玉置浩二さんでしたが、石原真理子さんとの交際も長くは続かず、1986年9月に別れています。3人目は薬師丸ひろ子さん。薬師丸ひろ子さんは皆さんもご存知の通り日本を代表する女優で、歌手としても活動しています。玉置浩二さんが1987年に薬師丸ひろ子さんに楽曲提供したのがきっかけで交際がスタートし、世間には1988年に発覚しました。そして玉置浩二さんと薬師丸ひろ子さんは1991年に結婚します。玉置さんも薬師丸さんも大人気だったので、ビッグカップルとして当時世間を騒がせました。しかしそんなビッグカップルとして世間を騒がせた2人ですが、1998年に離婚しています。4人目は安藤さと子さん。安藤さと子さんはキーボード奏者やシンガーソングライターと活動しており、玉置浩二さんとは1995年に出会っています。キーボード奏者として玉置浩二さんや安全地帯のサポートミュージシャンになり、一緒に活動を行っていました。そして玉置浩二さんと安藤さと子さんは1999年に結婚し、2007年に離婚となっていますので、薬師丸ひろ子さんと離婚して、その翌年には安藤さと子さんと結婚したことになります。もしかすると安藤さと子さんとも不倫だったのかもしれません。その後石原真理子さんと2度目の交際が発覚します。玉置浩二さんと石原真理子さんは1986年に破局しましたが、2009年にまた交際を開始しました。そして盛り上がった2人はすぐに結婚を決意し、2009年2月25日に婚姻届を提出しています。ところがこの婚姻届は受理されることなく、2人は結婚できませんでした。その原因として石原真理子さんは2003年にアメリカ人男性と結婚し、2004年に離婚をしたはずでしたが、離婚が成立していなかったからのようです。一気に加熱した2人の恋愛でしたが、冷めるのも早く、婚姻届を出したその年の9月には破局していることが発覚しました。5人目は青田のり子さん。青田のり子さんはもともと CC ガールズというアイドルグループの一員でした。現在は玉置浩二さんのサポートをしたり、歌手として活動したりしています。玉置浩二さんと青田のり子さんは2010年に結婚しました。結婚と離婚を繰り返した玉置浩二さんですが、青田のり子さんとの婚姻関係は現在も継続中です。恋多き玉置浩二さん、結婚中に別の人に惹かれて不倫してしまったこともありましたが、青田のり子さんとはうまくいっているみたいですね。そんな玉置浩二さんのスキャンダルの中で、石原真理子さんと青田のり子さんとの出来事について深掘りしたいと思います。今から30年以上前に報じられた玉置浩二と石原真理子の不倫関係は、最も世間を騒がせた不倫騒動の一つと言われています。先ほど紹介した通り、
当時19歳の石原真理子さんと既婚者である玉置浩二さんは不倫の関係にあったため、清純派女優として人気を得ていた石原さんのまさかの不倫劇に世間は激しいバッシングを浴びせました。石原さんの次女不揃いの秘密で当時の様子を赤裸々に綴っています。交際のきっかけは、同じ事務所で面識のなかった玉置さんがセクシーな赤い下着と手紙を添えて石原に接近したことだといい、大人の関係になるまで時間はさほどかからなかったようです。そして安全地帯の大ヒット曲ワインレッドの心、恋の予感に関しては石原さんを思い描いて作られた曲だとこの著書に記されています。また世間からのバッシングを浴び、離婚騒動も決着がつかず、玉置さんは心身ともに疲れ果てていた時、安全地帯のコンサートに同行した石原さんと共にホテルで衣装を書き心中を図ろうとしていました。さらに否認は石原さん任せでピルを強要していたり、度重なる DV で救急搬送されるなど、玉置さんとの生活は波乱万丈だったとも告白しています。石原さんは自律神経失調症も発症していたが、それでも玉置さんとの恋を断ち切れませんでした。しかしある日、公衆の面前で玉置さんは石原さんに手を挙げてしまい、この行為が玉置さんへの思いを断ち切る決定打となり、1986年に関係は終わりを告げたそうです。それから23年後、玉置さんが体調を崩している際に電撃的な再会を果たしますが、先ほど紹介した通りうまくはいきませんでした。続いては青田紀子さんとの関係性について見ていきます。夫である玉置浩二さんと現在も婚姻状態は続いており、一見夫婦円満だと思われますが、青田紀子さんは玉置浩二さんに DV をされているとの噂があります。そして DV をしているという噂は大方事実なのではないかと思われている上に、暴力行為だけではなく精神的苦痛を与える DV 行為をしているとの情報もあります。その行為とは、玉置浩二さんが青田紀子さんに全身に生えている毛を全部剃るように強要するといったものだそうです。以前は自宅付近を散歩している様子が見られていたそうですが、そういったことをされていた時はめっきりなくなってしまったそうです。また今まで玉置浩二さんが青田紀子さんに直接 DV をしている様子を目撃する機会がなかったのですが、2011年1月にグアム旅行で滞在したホテルの前で玉置浩二さんが青田紀子さんのことを殴る様子が目撃されています。その際はグアム旅行から帰国してからも2人の間の関係は戻らず、青田紀子さんが家を飛び出してしまったといった出来事もあったそうです。その後2人の別居報道が出ましたが、玉置浩二さんの所属レコード会社は、玉置さんは楽曲制作の際人を寄せつけずに集中するため、青田さんが気を使って知人宅などに泊まりに行くことがある、それを書かれたのではとコメントしています。また玉置浩二さんの所属事務所も別居という状態ではないとコメントし、同じく青田さんの所属事務所も別居とか離婚はないと思うと発表していました。現在も離婚されたという情報はありませんので、仲直りしているのではないでしょうか。しかし DV をしているとなると、いつ離婚という結末を迎えてもおかしくありませんね。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。